ポスト米英時代、ロシアが艦内渡航禁止措置。世界中の観光業界がパニック。中国が同じことをしたら大馬鹿は白旗を上げざるを得ないのである。投稿者ポスト米英時代日時2014年8月08日22時間30分0秒。ロシアが艦内渡航禁止措置。世界中の観光業界がパニック。中国が同じことをしたら大馬鹿は白旗を上げざるを得ないのである。中ロの逆制裁は、おバカ陣営のポーズと違い強烈である。昨日、ロシアンパブからロシア人が消えて、よく見たら日本人の厚化粧のおばさんだったということになったら大日本スケベ親父教官が黙っていないと書いたが、本当にそのような事態が起きたら、世界中のスケベ親父がおバカにロシアへの制裁を時計と抗議に立ち上がるわけだが、中ロの逆制裁は一枚上手である。ロシアには輸出入でまだまだいくらでもカードがあり、なんといっても同じことを中国がやったら、オタクもっと困るよねという脅しが、わさびのように効いているわけである。また各国に、ネズミ穴を用意した逆制裁が気が利いており、日本の商社などは米英不対が入れないところを奪っちまえと色めき立ち、制裁に深く関わるほど損をするようにしてあり、足抜けしたくなるように持っていっているのはさすがである。そもそもロシアは中国と組むだけで、他の国と組まなくてもやっていける大国であり、軍事と紙くずしか能がない連中がよくも喧嘩を売ったものである。どこの国も、ブリックスを相手にしないで成り立つわけがないので、民間は抜け道を探して今まで通り付き合うか中国経由で付き合うだけで、拳を上げたおバカとそれを垂れ流す騙すゴミが惨めになるだけである。そういうわけで、おバカ学園校歌の3番を歌いたいと思うが、回収ユダヤ派は偽物だ。バレーているからバカなんだ。ヒトラーのちょびひげを、外してみれば、回収ユダヤの出来上がり、歴史だって政治だって、宗教だって、みんなみんなバレているんだ改ざんなんだ。という感じで、連中が騙すゴミを通じて人類を騙してきた数々が、ゲロのように逆噴射して止まらない状況である。酔っ払いが一生懸命ゲロを飲み込んで我慢しようとしているところに、ボディーブローを浴びせている感じで、取り巻きもおバカのゲロがかからないように、距離を置き始めているといった状況である。ポスト米英時代、ロシア側家康の逆制裁に、小早川弘明はタジタジで、領空通過禁止の大砲を撃てば、おバカだ三成軍は総崩れである。投稿者ポスト米英時代日時2014年8月09日15時間38分32秒、ロシア側家康の逆制裁に、小早川弘明はタジタジで、領空通過禁止の大砲を撃てば、おバカだ三成軍は総崩れである。ウクライナ詐欺は、自転車操業の回収ユダヤが、金塊を強奪するために起こしたようである。そして、シリア詐欺のように失敗しそうなので、早速苦しい時の日本いじめのように、イラクいじめにシフトして体裁を保とうとする三遊亭おバカといった構図である。ロシアはまだまだ切れるカードを温存しており、独英仏に、パワーアップ充電中になりたくなければ、米国、イスラエルと手を切れと決断を迫っているところである。そして、日本には、米国と偽日本人から独立させてやるぞと、プロポーズをしてくれているわけで、アラフォーの出産リミットに焦る女子のように、着の身着のままでも全裸でも、フルチンでもいいから紐と同居しているアパートから飛び出せ青春という感じである。タタタタンタン、タタタタンタンといい感じでイントロに入ろうと思ったら、偽日本人無欲な演歌風文化を流しやがて、ただでさえ音楽1だったのに、ひらめいたメロディーが演歌風になって超ムカつくな。気を取り直していくと、君は、何を今、ひるんでいるの、うざい連中は、五輪中だよ、バレている、黒い影、総霊と思う、騒ぎ、君も今日からは、ロシアの仲間、トービーダーソウ二度とないチャンスという感じで、いまいちだがまあそんな感じである。それにしても、今日はやたらと偽日本人無欲な文化と演歌を交互に流してうるさいが、もう誰も日本人だとは思わないのである。その飼い主である回収ユダヤも、偽物だからやたら騒んが、本物はわざわざ日本人だよとか、ユダヤ人だよとか騒がぬもので、石原が橋下ら安倍やらが日本と騒ぐのは、偽物だから騒いでいないと偽物だと思われるという脅迫観念があるから、日本よとか、へんてこな本を出すわけである。本物はユダヤ人でも日本人でも普通なのである。ポスト米英時代、偽日本人無欲な偽日本人左翼を叩いての人気取りがうるさいが、両者の天敵は半島を下に見ている中国人青年たちである。投稿者ポスト米英時代日時2014年8月09日22時間9分16秒。偽日本人無欲な偽日本人左翼を叩いての人気取りがうるさいが、両者の天敵は半島を下に見ている中国人青年たちである。残念ながら、日本人が偽日本人左翼と偽日本人無欲を対峙するのは無理で、後ろ盾である半島を下に見て、米国と互角以上の意識を持つ中国人青年たちになら、それができるのである。しかも彼らは、偽日本人駆逐するあるねとかを持っているわけではなく、日本の餃子美味しいあるねとか、日本のトイレうんこしやすいあるねとか、そういう気楽なノリで偽日本人の既得権益を壊してくれるわけで、パチンコも、やってもやっても勝てないから損あるね。あんないい場所でパチンコやらるのおかしいあるね。餃子売った方が儲かるあるよみたいな感じで追い出してくれるわけで、講談や都営に救う連中も、日本人が抗議すれば対策が出てきてなんか文句あっか、ぶっ殺すぞと脅されるだけだな。ナムナムうるさいあるよと彼らが言えば引き下がらざるを得ず、ところであんたの日本も、私より下手あるねとやってくれれば最高である。韓流も、中国人は大嫌いだそうだから、夏の姿はうんざりあるよ。日本ドラマのパクリダメあるよ。三角とか四角とか、丸の文字もうざいあるよ。漢字だけにしてほしいあるよとやってくれれば連中もタジタジなわけである。そして、偽ユダヤ人の方は、同じ白人同士でロシア人が対抗すればよく、シオニズムとか回収組が唱えるビッチはおかしい、ガノフスキーあるよとか、
中国のなまりのロシア語で恐縮場所ふあるけど、ちゃんと偽ユダが退治するキストだから、安心ストロガノフあるねーという感じで中路にお任せという感じだな。さりげなく3カ国のなペラペラなところをつよ見せしてしまったな。くるくるパーコ泉のスパゲティ&ソフィアローレンよりはマシだといったところである。